よろしひんしげうじは、李氏朝鮮第22代国王。聖祖の高級で、聖祖の長男、文高清氏の聖母。本願は、少年しげうじ。聖祖の他の高級たちとは違い、よろしひんしげうじは、女官出身の小恩高級である。1753年陰歴7月8日に、聖種助の娘として誕生する。名は、徳人。父は、高大取官の召使いであった。 その縁もあり、営行偶講師のつてを頼り、助監となった。1773年に、清祖の妹である清公主、清志博士講師、清志講師らと共に、小説、各馬利両門録を筆者したという記録が残っている。また1766年頃に、寵愛を受け始めていたという。しかし、聖妃である、高志王校に遠慮して、孤児した。 1782年陰歴9月7日、女官身分で王子を出産し、小姿になった。翌年2月によろしひんになり、1784年、旧暦7月2日には、王子が正式に生死に作法された。1786年旧暦5月11日、文高生死が亡くなり、同年の陰歴9月14日、よろしひんシゲウも3回目の出産を控えて死去した。 清素は彼女の死を深く嘆き悲しんだという。同じ年に死んだ息子の文鷹精子と共に高政墓に埋葬されていた。現在の高政公園が日本統治下に整備された際、息子が埋葬された高政園とともに西産業に改装された。ただし、ドラマ、遺産では息子の隣に埋葬されたかのように演出がなされていたが、埋葬時は、 高間サイエンとは少し離れた場所であったという。ドラマ放送時、見学希望の問い合わせが多かったため、現在は日産両母域内にある高級墓地23の他の側室と共に埋葬されており、一般には非公開となっている旨がドラマの放送終了後に公表されている。ありがとうございます。